よろしくお願いいたします。ご紹介どうもありがとうございます。本日は JSD 新技術説明会に参加の機会をいただきましたことを心より御礼申し上げます。本日はパーキンソン病やレビー小体型認知症に代表されます、このシヌクレイノパチ、レビー小体病とも言われております。この根本的な予防が可能となる新規中分子治療薬の開発についてご紹介させていただきます。アーリーステージの研究シーズとはなりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。まず、新技術の概要についてご説明させていただきます。この技術は、パーキンソン病やレビー小体型認知症、さらに多系統萎縮症にも応用可能と期待されるこのシヌクレイノパチーの根本的な予防または治療が可能となる新しいペプチド中分子治療薬またはペプチドと同様に機能する抗体およびこれらを含有する医療組成物となります。ごくごく簡単に申し上げれば、最近アルツハイマー病で開発されたアデュカヌマブのシヌクレイノパチー版というと分かりやすいかと存じます。私どもはこのシヌクレイノパチーの原因タンパク質であるアルファシヌクレインと呼ばれるタンパク質が脂肪酸結合タンパク質というファッティアシッドバインディングプロテイン以下 FABP と略させていただきます。この FABP と複合体を形成するということを見出しまして、このアルファシヌクレインと FABP が結合するのに重要なシヌクレインの CMAT 領域をブロックすることで、このアルファシヌクレインが神経細胞や神経細胞を支えておりますグリア細胞の中に取り込まれて、さらに細胞間を伝播していくこの病気のプロセスを根本的に抑制可能であるということを新たに見出しまして、本技術の完成に至りました。それでは開発の背景とニーズについてご説明させていただきます。ご周知の通り世界的な高齢化が進んでおりまして、2025年には我が国においても認知症の患者数が700万人にもなりまして、そのうち350万人がアルツハイマー病、さらに100万人がレビー小体病と推測されております。特にこのレビー小体型認知症や中から後期末期においての認知症を併発したパーキンソン病、パーキンソンズディジースディメンシア PDD と申しますが、これらの患者というのは特に QOL が悪いということが知られておりまして、その根本的な治療法というものがこれまで存在しておりませんでした。近年このパーキンソン病やレビー小体型認知症の発症メカニズムにおきまして、このレビー小体病の原因タンパク質として知られておりますアルファシヌクレインというものがこのようにいろいろな末梢臓器に蓄積し、それが長い間この神経を通って脳に蓄積することで神経変性が起こるという、このアルファシヌクレインの伝播と神経変性の関連性というものがとてもホットなトピックスになっております。そこで私どもはこのアルファシヌクレインの伝播機構の解明と細胞内の取り込みの予防が根本的な予防、そして根本的な治療に最も重要であると考えまして、この原因タンパク質の伝播を防ぐことを目的といたしました。それではそもそも本当にこのレビー小体病の患者様の脳にこのシヌクレインと FABP が存在するのか
というところからまず始めました。私どもは実際に人冒険の解析をいたしました結果、この先ほど紹介しました原因タンパク質である α シヌクレインと FABP3 がこのようなレビー小体病の病理学的特徴であるレビー小体、そしてレビーニューライト、そしてこのベールボディと言われるような各種病理学的特徴となっておりますこの細胞内凝集体にこの FABP3 とシヌクレインが共極材することが明らかになっております。それでは次にこの脂肪酸結合タンパク質 FABP3 がシヌクレインの伝播、具体的には神経細胞への取り込みにおいてどのような生理的意義を持つのかについて解析いたしました。その結果、この FABP3 をノックアウトしたマウス、つまり FABP3 が存在しない状況では、このようにアルファシヌクレインの細胞内の取り込みが全く認められず、また細胞内の凝集体の形成が抑制可能であるということが世界で初めて明らかになりました。さらに詳細な分子機構について解析いたしました。私どもはこのアルファシヌクレインが FABP3 と結合すること、具体的にはこのアルファシヌクレインの133番と136番のチロシン残基がアルファシヌクレインと FABP3 の結合に重要であるということを見出しました。実際に各種変異型のアルファシヌクレインを作成しまして、FABP3 との結合解析を行いましたところ、野生型またはアミノ酸残基130から140番のペプチドが顕著に FABP3 との結合、FABP3 と結合することを明らかにいたしました。また実際にアルファシヌクレインの C-末ペプチドを作成しまして、アルファシヌクレインと FABP3 の結合拮抗作用を解析しましたところ、ペプチド添加により濃度依存的にアルファシヌクレインと FABP3 の結合が阻害されますこと、またペプチド添加によりこのように時間依存的な凝集の抑制効果があることを明らかにしております。それでは実際に生きている神経細胞においてもアルファシヌクレインの取り込み抑制作用があるのか、凝集抑制作用があるのかということを、その治療効果を解析しました結果、アルファシヌクレインの C-末二重残基、さらに短い重残基の添加によりまして神経細胞へのアルファシヌクレイン取り込みを大きく抑制可能であることが明らかになりました。具体的にこの図の C に示しますように、アルファシヌクレインの C 末部分の二重残基、またはさらに短い重残基のペプチドを用いております。またその逆の実験としまして、C 末部分を欠損したアルファシヌクレインを作成し神経細胞に取り込ませましたところ、このように全く取り込みが行われず、この C 末ペプチドには取り込み抑制効果があり、また C 末部分を拮抗されることでこのアルファシヌクレインの神経細胞への取り込みが行われなくなるというシヌクレイノパチーの全く新しい創薬標的の創出に成功いたしました。現在、培養系に加えまして、小動物を用いたインビボでの解析を進めており、優れた効果があることが明らかになっております。ここからは、従来技術とその問題点について、従来技術との比較を検証させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
まず代表的なシヌクレイオパチ、レビー小体病であるパーキンソン病の治療薬開発における課題点について紹介させていただきます。パーキンソン病では運動機能を司る中脳のドパミン神経と呼ばれる神経細胞にアルファシヌクレインが蓄積して凝集体が形成され、変性脱落することによりドーパミンが整合性できなくなり、ドーパミン量が低下することで運動機能が低下するということが特徴となっております。治療薬といたしましては、不足するドーパミンの元となる L ドーパを飲む補充療法が広く普及しておりまして、また細胞内に蓄積したアルファシヌクレインが凝集体を形成しないようにする凝集体抑制剤の臨床開発が進行中であります。課題点といたしましては、この L ドーパを飲むと急激にドーパミン量が増えますこと、また L ドーパが切れると急激にドーパミン量が減少することから、脳内のドーパミン量を安定的に維持することが難しいために、日内変動や薬が効きにくくなるオンオフ現象という臨床的な問題点が存在いたします。また、そもそもの原因タンパク質でありますアルファシヌクレインの伝播を防ぎ予防することができないという課題が挙げられます。次にもう一つの代表的なレビー小体病であるレビー小体型認知症の治療薬につきまして、その課題点を紹介させていただきます。このレビー小体型認知症では、大脳皮質や脳幹をはじめとする幅広い脳内の領域におきまして、アルファシヌクレインが凝集体を形成しまして、この凝集体形成、レビー小体が病理学的特徴となっております。アルツハイマー病、アルツハイマー型認知症と同様に認知症状が著しいことから、コリン・エステラーゼ阻害薬であります、リバスチグミンやガランタミン、ドネペジンによる対症療法が広く普及しております。また、NMDA 受容体の拮抗薬であるメマンチンを用いた神経細胞障害の抑制、こちらも対症療法となっております。今ご紹介いたしましたように、課題点といたしましては、いずれも対症療法であるために根本的に治療することができておりません。また、パーキンソン病と同様、原因タンパク質であるアルファシヌクレインそのものの伝播を防ぐことが現在できておりませんので、予防することが不可能となっております。さらに新たに開発されましたアルツハイマー病の治療薬アデュカヌマブは、対象がアミロイド β でありますために、レビー小体型認知症には効果がないという課題点がございます。このようにレビー小体病の根本的な予防薬、治療薬は存在しないということが、そもそも大きな問題点となっております。ここでは新技術の特徴を従来技術と比較させていただきます。先ほどもご紹介いたしましたように、現行の商品と呼ばれる根本的な治療薬というものは現在存在しておりません。また、私どもはこれまでにもレビー小体病の治療薬候補の化合物を開発しておりまして、治療薬化合物 SAC3、 こちらは蓄積するアルファシヌクレインを分解するプロテアソームの活性化を標的とした治療薬となっております。さらに治療薬候補化合物リガンド1、こちらは蓄積したアルファシヌクレインの凝集体形成を抑制する治療薬として
ラインナップしてまいりました。でこれらの先行する治療薬と比較しまして、今回開発いたしました、ご紹介しております新規発明ペプチドは、これらの既存薬とは異なりまして、疾患の原因物質となるタンパク質の伝播そのものを阻止することが可能な根本予防薬となりまして、その新規性や機能性に優れており、その接種により発症そのものを予防可能であるという大きなアドバンテージが特徴であります。想定されます用途といたしましては、さまざまな台形による多様なラインナップが開発可能であるということが特徴に挙げられます。例えば飲むことが困難な患者様には点鼻薬が使えますし、点鼻薬が困難な場合であれば注射剤、さらには食品に混ぜ込むことも期待されます。お示ししておりますように、注射剤や経口剤、点鼻薬のいずれでも可能でありまして、最大の薬効を期待する場合は好ましくは注射剤となっております。また投与対象としましては、人以外にもさまざまな動物が可能でありまして、例えばペットの長寿病化によります認知機能の低下の予防に対しても気軽に投与可能となっております。例えばマウス、ラット、ハムスター、フェレット、そして犬や猫等の哺乳類すべてをカバーすることが可能でございます。またさまざまな台形が可能ですので、この部分は後ほど紹介させていただきますが、企業様との共同研究タイアップにより豊富なラインアップを開発できればと考えております。また投与するペプチドにつきましても、好ましくは10ナノグラムから10ミリグラムを1日数回程度に分けて投与することで、コストパフォーマンスにおいても非常に優れております。また研究開発と事業化に向けた課題といたしまして、細胞および小動物レベルでの解析後、適切な材形の設計および人臨床試験の実施が課題となっております。この前臨床試験における設計や細胞での薬効評価、そして小動物を用いた治療効果においては確実なデータの取得が可能ですので、その後の商品化に向けた臨床開発を企業様と共同、またはライセンスアウトによる開発委託により商品化に結びつけられましたらと期待しております。本製品ではこのように体内に取り込まれまして、脳内および末梢において細胞内への原因タンパク質取り込みを予防可能な根本的な予防薬、根本的治療薬になっております。そこで先ほどもご紹介させていただきましたように、企業様への期待といたしましては、具体的に GMP レベルでのペプチド最適化と合成、また脳移行性に優れた適切な材形の選択と、その製品開発を得意とします企業様とぜひ共同開発を進め、上司に向けてラインナップを充実させてまいりたいと祈願しております。日本技術に関します知的財産は、シヌクレイノパチを予防または治療するために使用されるペプチドとして、特許出願2020-11-22番、出願人は国立大学法人東北大学および鳥取大学となっております。また PCT 出願は PCTJP2021-2557 番として、東北大学単独での出願となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。また私どもの産学連携の経歴といたしましては、2020年よりも株式会社白鳥製薬との共同研究実施により、今回紹介いたしました各種リガンドの創生、また今日は発酵キリンとの共同研究を経まして、2019年から2020年にかけまして JST スコアでのシヌクレン凝集阻害薬の事業化検証、具体的には先ほどラインナップ紹介させていただきましたリガンド製剤の需要化検証、さらに薬学研究科内への共同研究講座の設置、および本シーズの研究共同開発者であります福永先生の大学発ベンチャー BRI ファーマ株式会社の設立などがございます。本研究シーズの問い合わせ先は表記の通り、東北大学産学連携機構総合連携推進部となっております。お気軽に本研究シーズに対するお問い合わせをいただけましたら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。本日はレビー小体病を根本的に予防可能な新規中分子治療薬につきまして、ご紹介させていただきましたこと誠にありがとうございました。以上で紹介を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。